ニャルソック、またの名を自宅警備というこの行為は、可愛い猫が何の気なしに窓から外を眺めていると見せかけて、実は不審者を監視しており、見つけ次第飼い主に知らせるという吉田沙織さんもびっくりの防犯システムなのです。しかし我が家の近所は平和そのもので、幸いまだ不審者が見つかったことはありません。そんなニャルソックが見つけたものといえば、どうした？なんかいる？猫さんでもいるの？あ、野良猫の散歩コースだったんだ。君たちは猫発見機か。まあ確かに外の世界をほとんど知らない家猫たち、たまには見知らぬ猫とコミュニケーションを取りたい、そういうものなのかもしれません。孤独を愛するイメージが強い猫ですが、実は野生では役割分担をして共同生活のようなものを営んでいるとも聞きます。しかし姫様も手がかかるお年頃、我が家もそうやすやすと新しい猫を迎え入れることはできません。ということで本日はこちらを準備しました。なんとこちら、見た目が精巧なだけでなく、こうして電池を入れると、呼吸をしている。しかも喉をゴロゴロ鳴らす音まで再現しています。まさしく本物の猫がそこにいると勘違いしてしまいそうになるクオリティか。まあ呼吸の動きが微妙すぎて分かりづらいとか、ゴロゴロ音が機械音っぽいとか、いろいろツッコミどころはありますが、おもむろに猫たちと対面してもらったら一体どのように反応するのでしょうか。マミー、あとね。
さに、まず急いでパスワードを決めましょう。それから、ね、受け取った人たちに追加をしてください。こちらすれば、保存する必要がございます。わかりました。じゃあ、ダメだ。
ということで、猫と思ったか、ぬいぐるみと思ったか、紆余曲折はありましたが、3匹の猫たちに迎え入れられた新しい猫さん。これから4匹目の家族としてよろしくお願いします。それでは本日は以上となります。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。